ップ。皆さんこんばんは、石原かおりです。この番組は私石原かおりがラジオパーソナリティとしてスキルアップ、リスナーの皆さんと一緒に経験を積み重ねていくエクスペリエンスラジオです。ね、今年はさ、秋がやっぱ やってくるじゃない、これから。だからさ、なんか珍しく秋服ちょっといいなって思い始めて、今朝とかはねネットで秋服調べようと思って調べたりとかしてたの。したらいっぱいあってさ、そりゃそうなんだけど、そりゃ毎年出てるからさ、そりゃそうなんだけどさ、今まで本当に意識してなくて、秋の服をね、なんかもうすぐ冬だからいっかなみたいな。でもなんか茶色のさ、ブラウンみたいな服可愛いなって思ったから、それが欲しくてさ、いいなって思ったんだけど、やっぱさ、欲しい自分と秋なくないって最近思って、買うか買わないかをずっとせめぎ合ってる。例えば買いたいなと思ったのはニットの半袖、これいつ着るん？いつなんでしょう、超可愛い、欲しいってなったんだけど、暑いじゃん今は。でも秋っていうかさ、多分秋が来るの11月とかじゃんね、日本も11月中旬ぐらい、寒いじゃん、これいつ着るんだろうと思って、結果さ買い物かごに入れられなかったんだよね。でずっと悩んで、どうしようどうしようってなって買えてないんです。で世の中の人はどうしてんだろうと思って、ちょっと気になっちゃったよね、すごい。あとは薄手のなんかジャケットみたいなやつとかも、これ色が飽きすぎて春にも使えないし、かといってあっという間に来るこの冬には全然対応しきれない、こちらのジャケットどこ行けばいいんだろうみたいになって、すごいね、難しいなって思いました。昔だったらもうちょっと秋あったと思うから、その時にもうちょっと楽しんでおけばよかったなって反省しましたね。皆さんの秋服事情を教えてほしいです。それでは始めていきましょう、エンディングまでキャリーアップ。石原かおりのキャリーアップ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。石原かおりのキャリーアップ。まずは皆さんから届いたメールを読みます。こちらはラジオネームコマさんから届いたメールです。かおりちゃんこんばんは。こんばんは。渡辺さんと宮田真奈美ちゃんが企画した同人誌ミモザボリューム1にかおりちゃんも寄稿していることが発表されましたね。かおりちゃんも X で言っていましたが、こういうところで文章を書くイメージがなかったので驚きました。内容は実際には存在しない本についての書評ということで、書くのが難しそうな印象なのですが、かおりちゃんがどんな文章を書いているのかとても気になります。ひょっとして実際に存在するけど内容を全く知らない映画についての紹介をラジオでやってきた経験も生きていたりするのでしょうか。9月のまなまちゃんのゲストのイベントでも詳しいお話が聞けると思うので楽しみにしていますとのことです。ね、本当私もまさか文章を書く日が来るなんて全く思っていなかったので、まなまちゃんからお話をいただいた時に、すっごい興味あるけど私にできるかなっていう感じでお話を最初したんですが、まあね、詳しくはそのラジオのイベントでも話そうと思っているんですけど、やっぱりね、人生どこで何が生きてくるか分かりませんよね。私はこのラジオをやっていて本当に良かったっていう風に思いました。なので、頑張って書こうかなって思ったきっかけにもなりましたので、はい。でもね、本当になんだかんだ、なんかまなまちゃんもね、1000字ぐらいの文章をね30分ぐらいで書き上げたって言ってたのね。すごっ、すごすぎる。しかもちゃんとしたクオリティの、私はさ卒論以来なんですよ、こんな文章ちゃんと形式を考えながらさ、もうなんかその要はさ、こう喋ってる感じでは書けないじゃん、やっぱそう書評だから。この感じでなんか書いてるのすごい学生を思い出すわと思って、なんかね、私あ大学行っててよかったって本当に思いました。すごいで言ってて、本当にそういうのが全部組み合わさってこういう仕事にもつながってくんだなってひしひしと感じた、1週間ぐらいで書いたんですけど、私はすごい思いましたね。
でもその卒論の時もさ、なんかちゃんとテーマをさある程度絞んないと書けないわけですよ。何万字としてもね、書ききれないから、その上で書いてはいくんだけど、結論の最初にやっぱある程度予想する、でその上で文献探してきたり実験したりとかして、その最終的に自分が思っていた予想とどうなるかみたいなのをやっていくように私ら卒論書いていたんですけど、それが正しいか分かんないけどね、なんか本当にそんな感じで文を組み立てていったので、すごくね、いやなんか難しくはあったんですけど、すごく刺激的でした。なんか使わないのを久々に使って、あ、なんか文章って書くの面白いなって思わせてくれたきっかけだったので、まあここに参加されている他の皆さんはもう素晴らしい方々なので、その方々と比べたら劣ってしまうかもしれないんですけど、精一杯今できることに挑戦してみましたので、ぜひよかったら手に入れてみてほしいですし、まなまちゃんとのイベントも楽しみにしててほしいですね。ではでは続きまして、おいおいおいおひねられちゃったこちらはラジオネームみすけさんです。かおりちゃんこんばんは。こんばんは。今年の3月21日にかおりちゃんのファン同士で結婚かっこ通称キャリコンをした妻の方です。今回はかおりちゃんのお知恵を拝借したくメールを送りました。今年の秋に、結婚式を挙げる予定でして、夫婦ともにかおりちゃんのファンなので、披露宴で流す曲はほぼかおりちゃんの曲で埋め尽くす予定です。いいの？いい曲がたくさんあるので、本当にたくさん悩んでいる真っ最中なのですが、どうしても決まらないケーキ入刀の際の BGM をかおりちゃんに決めていただきたいです。アップテンポな曲が希望です。よろしくお願いします。しかも一応下にこの辺をすでに使う予定です。ちょっと待って、あー読まなくていいって書いたんで読まないんですけど、そうですか、あいいかなと思った曲がいいとこにいますね。ってことはちょっとじゃああれはやめてケーキ入刀で、あのやっぱ聞いたの、さっきスタッフ陣にあのどういう感じがいいのかなみたいな、そう雰囲気で、やっぱこうみすけさんもアップテンポな曲がいいってて、割とその華やかな感じがいいって聞いたので、ちょっと一番いいと思った第一候補がオープニングで使われているので、これは変えて、その後ね入刀だから、どうする、えどうする、えどうする、アップテンポ、じゃこれ一回私見なかったことにするわ。私が考えたのはまあフェイストゥーフェイス1で、2曲目は、まあ、ブルーフラ、あ3個目はあパラグライダー、あの割とテンポで爽やかな感じ、テンポアップしてて、でいやーね、You and I とかちょっとおちゃらけすぎてるもんね。クエスチョンクエスチョンとかちょっと言ったらね、ちょっとあれちょっとクエスチョンクエスチョン、ちょっとそれは違うかなと思うあ、じゃあクリスピーラブとかどうですか。クリスピーラブドキドキだって、ドキドキで刺してもらうのもいい気もするし、あ、待って、虹のソルフェージュ入ってないじゃん。虹のソルフェージュとかもいいかもしれません。ということで2曲お届けお渡ししますなんか素敵なね式になったら私もとっても嬉しいです。応援しています。では続きまして、ラジオネーム、ハンズネームてつさんからです。ありがとうございます。キャリさんこんばんは。こんばんは。久しぶりにみんなで集まってホットプレートでおうち焼肉をしたらとっても楽しかったです。準備や後片付けの手間を考えるとつい面倒になって、最近はお店に行って食べることが多かったのですが、おうち焼肉はおうち焼肉の良さがあっていいですね。ワイワイと好きなものをリラックスしながらのんびり食べられるのがいいですよね。キャリさんはおうちでホットプレートを使うなら何が食べたいですか。定番の焼肉やホットケーキ、それともたこ焼きですか、とのことです。ありがとうございます。おうち焼肉すごいいいですね。うちはですね、最近こそホットプレートを使うんですけど、一時期壁に匂いがつくから禁止令出てて、そのなんか一番ホットプレートを使いそうな時代の時に使ってないんですよ学生とか、そう小学校の時とかの時、そうそうそうに使いたかったんだけど、その時に使ってなくて、でなんだろう、何してるかな、まあお肉ちょっと焼いたりとかすることが多いですが、私はもんじゃしたい、もんじゃ
じゃあホットプレートじゃできないかな、小さすぎる、小さすぎるかな、うん、できるけど、うん、でき掃除がて、あ、したくた、あ、そうか、落とすとこないからか、あ、じゃあそれもやめてやめて、うん、そうだな、たこ焼きはでもやってみたいかも、たこパってやったことないな、うん、ないかも、そうくるくるってやるやつ、やっぱ関西人じゃないからかな、か禁止されてたからやってないだけかな、ちょっとわかんないんだけど、すごい気になります。あとさ、なんかちょっとさ、そのあの、それな、それだったら鍋でいいのか、今その分厚い、ちょっとさ、底が深いタイプのもなんか最近あるらしいから、それでなんかお湯入れて野菜とか煮て食べたいと思ったけど、それだったら鍋でいいね、全然。ホットプレートっちゅう、そうそう、しゃぶしゃぶとか、ホットプレートでやんないか、でも鍋だよね、普通にガスコンロに鍋だよね、やばい、ほらこういうところでさ、人生の経験してないからすぐ出てこない、なんだろう、え、じゃあホットケーキ、ここに書いてある、ホットケーキやりたい、ホットケーキはフライパンでずっとやってたから分かんない、でもさ、きっとその板がさ、その専用みたいにちょっとへこんでるやつあるんじゃない、大判焼きみたいなさ、あれでやってみたいです、ホットプレートをやるんだった、ホットケーキやるんだった、ふかふかパンケーキみたいなの作ってみたいですすいません、人生の経験が少なすぎました、すいませんということで、皆さんメールありがとうございました。引き続き皆さんからのメールお待ちしております。それではここで一曲、石原香織でスターキャスト。窓を震わせる雫、街並みがまだらに溶けてく夜、ああ目が星になって降り注ぐ、こちらキャリスル。キャリスル、すなわち成し遂げること。私がさまざまなあれこれをアットランダムにキャリスルしていきます。今夜はこれです、キャリーのなりきり相談ルーム。皆さん、ハワイユー、ハッピーガールの私キャリーがリスナーの皆さんの不安や悩みを、解決策をこの場で実演してみせます。そうなんだよね、実演するタイプなんだもんね。私と同じように実践すれば解決できますよ。それじゃあ今回もアドバイスしていきます。ではこちらは、ラジオネームジャムヘイヘイさんからです。かおりちゃん、スタッフさん、いつも楽しく拝聴しております。私はかおりちゃんの右腕についてる、今日はないんだけどさ、腕時計さ。かおりちゃんは不平等さ、なんでかって、だっていつも右側の景色しか見せてくれないじゃないか。どうすれば右側の景色を見せてもらえるのかなということで、あ、出た、左側、危ない、左側の景色を見せてくれるのかな。なるほどなるほど、そう、今日ね、普通に忘れてきちゃったのよ。結構迷惑だった、迷惑じゃない、不便だったわ間違えた、日本語間違えた、不便だったわ時計に向かって怒りを当てちゃった、不便だった、迷惑だった、本当に私もね、まあ、実は左もつけてるんですよ。なんでうちの時計ちゃんは左側も結構見てることは多いんですが、まあ手でね、
右側しか見れてないということでやっていこうと思います。そんなお悩みの解決方法はこれよ。私腕だっけ、なんか私いつも右側しか見せてもらえないの、つまらないの。だって左側だって面白いこといっぱいあるのにさ、それ知れないなんて人生損してると思わない？それで思ったの、どうしたら左側に行けるのかなって。で、あの子ったら、あの子てか香織は電車に乗るから右側につけてるだけであって本当はどっちだっていいのよ。だから電車に乗らない日には左側につけたくなるように普段ここのベルトをギュッて締め込んで作業しづらくしとくの。それで、でも普段は電車乗るから仕方なく右手につけてるから、休日の電車乗らない日は左につけたい、だってギュッてされないもんって思わせるのが一番いいんじゃないかなって思うから、ベルトをめっちゃきつくすることよ。どうやって終わんなきゃ。はい、ということで解決ちょっと久しぶりにどうやって終わらせんだかついてる。電車に乗るときは右の時はスイカとかパスモとかそのかざすのが全部右なのよ。だから左だとこうやってなるのが結構ちょっと しんどいから右にどうしてもねしてるんだけど、まあぶっちゃけると私左手の手首の方が細いんですよね。そうだから、あのベルトした時にいつもは端から2番目に、あっちってか一番内側から2番目に右だとしてんだけど、あちょっと絶妙に緩かったりとかして作業もちょっとしづらいし、でも一番何内側にするときついんだよね。でも左手はベストなの、一番その内側が。だから本当は左につけたいから、私はなんかその割と今の話は事実で休日の電車乗らない日は左手につけてるんですよなのでベルトをギュッて締めれば嫌かなって思ってそれにしました。で、はい、左側を見せられるといいなってではじゃあ続きましてのお悩みに行きたいと思います。ラジオネームコリドラスさんからです。ありがとうございます。我が家には3匹のヘビがいるのですが、そのうちの1匹がめちゃくちゃ噛んできます。愛情を持ってお世話しているのにどうしてでしょうか。蛇になりきって何が不満なのか教えてください。あ、参考に蛇の情報です。種類ボールパイソン、体長 1.5メートル、でかっ。体重 1.6キロ、性別メスなんだって。結構大きいんだね。あ、ボールパイソンで、ミノで検索してみてね。それに噛まれてんの、ちょっとドキドキしちゃう。やっぱさ、このコリドラスさん慣れてるからさ大丈夫だと思うけどさ、もう、ね、噛まれたら怖いわ確かに。じゃあ噛まれないように対策しないでね。喋るヘビに、そうだね、以前なんか喋らないやつやった気がする喋るようにやらせていただきます。ではそんなお悩みの解決方法はこれよ。あいつさ、いつもさ私にだけくれるさネズミがさ、ちょっと一回り小さいのがすっごい気になってるの。それでもってで、みんなのことはめちゃくちゃ抱っこしてくれるのに、私はなんか30秒ぐらいやっぱ短いと思うんだよね。そういう不満がほんとたまってムカつく。だから暇があったら噛みつくって決めてんだ。ひーひーってやって傷つけて私のこと忘れられないようにしてるんだけど、とりあえずネズミを一回り大きくしてもらって、一番優先して抱っこしてもらう。それでお部屋の温度も私が一番良くて、なおかつこのコリドラスのことがよく見える場所に配置してくれたらやめようと思うな。はい、ということで解決でーすだいぶ積んでるな、ボールパイソンちゃん。そう、メスだったから。これオスだったらどうしようかなと思ったんだけど、メスってきたから、あ、きっとなんかその好きの裏返しなのかなと思って、うん、ちょっとやっぱ不満があったんだと思う。餌とか少ないなって。そう、大きい、あとやっぱり可愛がってほしいし、いつも見れる位置に飼い主がいてほしいなって思ってんじゃないかな。そうだね、
ね、ドキドキするよね。どうなんですか、噛まれた血出るんですか。予想血出ると思うんですけど、私が2箇所穴開いて血出ちゃうのかなってちょっと思うんでね、このボールパイソンちゃんがね噛むのやめてくれたらいいですよね。頑張ってください。ラストラジオネームしゅんすけさんからです。ありがとうございます。ケリさんこんばんは。こんばんは。僕は大のラーメン好きなのですが、同じお店に何度行っても安定の定番メニューばかりで、違うメニューにはなかなかチャレンジできず、ラーメンの幅が広がらなくて困っています。ラーメンのスープになりきって僕に違うメニューを挑む勇気をください。って、そうだよ、今回さ、私あんな前回人がいいなって言ったのに人いなくない？今回おかしいでしょ。人いいなって、え、時計に、蛇に、ラーメンのスープ、おかしいって。いいよ、みんなの悩みならいいんだけど、なんで私がこの俊介さん側じゃなくてラーメン側の方のやってんのか、ちょっと謎ですが、どうしよう。多分ね、しかもこの質問を私にするのは一番間違ってる気がしますが、まあ、でき、が、合わないなりに頑張ってね回答しようと思います。ではラーメンになりきります。あ、ラーメンのスープになりきります。そんなお悩みの解決はこれよ。おーい、おーい、俺ね、スープ見えてる？聞こえてる？あ、なんでいつも同じのばっかり頼むのかな。君の人生はそんなつまんなくていいの？冒険してみたら、もっと君に合うもの見つかるかもしれない。しかもさ、たった一度さ、違うやつ選んでさ、ちょっと合わなかったとしてもさ、そこで人生終わるわけじゃないんだから、一回寄り道してみて、ダメだったら元に戻すでいいんじゃないの？です。ということで解決ラーメンで言ったらやっぱりこうやって写真写ってるね、店主の人が思い浮かんでしまったので、店主と似たようなスープを選んでみましたけど、私はですか、味噌が一番好きなので味噌味にしたんですけれども、私はですね、冒険できない人ですだから一番味に聞いちゃいけない質問でございました。ということで終了いや、面白かったですね。本当にいろいろありましたけれども、どれも個性豊かなキャラができたんじゃないかと思います。そしてですね、こちらのイベントですが、9月29日のイベントでゲストの宮田学ちゃんと行う予定です。私たち2人に解決してほしいお悩み、お早めに送ってください。そしてですね、先ほども気づいたと思いますが、こちらのコーナー、なかなか人が送られてきません。まなもちゃんに人以外のものをばっかりやらせるのはちょっと違うかなと思いますので、よかったら皆さんのお悩みでいいので、人の気持ちの方も送ってもらえると非常に助かります。2人で頑張って解決します。メールの件名にイベント用と書いて、いつものアドレスに送ってください。ということで、真実探してキャリーする、以上キャリーするでした。石原香里のキャリーアップ。続いてはキャリーインフォメーション。今週の情報はこちら。サードアルバムカームシーンは各音楽配信サイトで配信中です。続いてリリース情報です。石原香里セカンドライブツアーカームマジックブルーレイの発売が決定しました。特装版、キャニメ版、通常版の全3形態でのリリースです。早期予約特典で大阪公演、愛知公演、神奈川公演の日替わり曲、計6曲の映像ディスクもプレゼントします。キャニメ版にはカームマジックの衣装仕様のアクリルスタンドキーホルダー2種もついてきます。さらに今回はリリースイベントとしてリアルでのライブ映像のコメンタリー上映会とライブメイキング映像のコメンタリー上映会の開催がそれぞれ決定。リミスタでのオンラインサイン会やウィズライブでのオンラインお話し会も開催します。応募締め切りがそれぞれ異なりますので、詳細は石原香里公式ホームページをチェックしてみてください。
続いてイベント情報です。初のビルボードライブを開催します。1月4日土曜日ビルボードライブ大阪、1月26日日曜日ビルボードライブ横浜での開催になります。詳細は公式ホームページをチェックしてみてください。そしてラジオイベントの情報です。キャリーアップ7回目となる番組イベントを9月29日日曜日科学技術館サイエンスホールにて開催します。ゲストは第1部第2部ともに宮田まなもちゃんです。こちらのチケットはライブポケットにて好評発売中です。詳しくは A&G の公式サイトをご確認ください。続いて写真集の情報です。ファースト写真集ウイカは好評発売中です。ぜひお手に取ってみてください。最後にファンクラブ情報です。ファンクラブハンドインハンドでは楽しいコンテンツやオフショットなどを公開中です。以上、キャリーフォーメーションでした。例えばもしも君のそばにいられるのなら、叶わないと気づいていても影を探してる、どこへ行こう。お送りしてきました、石原かおりのキャリーアップ、エンディングの時間です。さっきのねホットプレートの話ありましたけれども、他に何ができたんだろうと思って、お好み焼きやってみたい。あ、焼きそば、餃子、いっぱいある。フライパンでやってるようなのもできるってことか。あ、じゃ あ確かに、そういえばインスタとかであのペッパーランチ風みたいなやつとかもあるもんね。やりたいのいっぱい出てきたんだけど、急にさっきね、ほんと出てこなかったんですよ。せっかくさ、なんか楽しい感じのメール送ってくれたのに、私がそう何かなみたいな感じになっちゃってね、すいませんでした。いつかね、たこ焼きとかもやってみたいですね。最初は下手だろうけど、徐々にうまくなるんじゃないかと期待してやってみたいです。ではでは、今日のステッカープレゼンターこちらの方です。ラジオネームジャムヘイヘイさんです。おめでとうございます。あれですね、なりきりの相談ルームで腕時計を送ってくださいました。安心してください、左側の景色も見せてあげてますよ。ということで、いつかじゃあ左側つけてる時もここでやりますね。本当だっての見せます。ということで、ステッカーが届くの楽しみにしててください。この番組ではリスナーの皆さんからメールを募集しています。ふつおた、キャリする宛てまでいつでもどうぞ。詳しいコーナー情報は石原かおりオフィシャルサイトのラジオをチェックしてみてください。メールアドレスはkyarry@joqr.net です。ノベルティのステッカーをご希望される方は送り先の住所とお名前を忘れずに書いてくださいね。また YouTube の文化放送 A&G チャンネルではこの番組のアーカイブが配信されています。毎週水曜日のお昼12時更新です。何度でもアクセスして私に会いに来てくださいね。ではでは、石原かおりのキャリーアップ、ここまでのお相手は石原かおりでした。また来週もレッツキャリーアップ、バイバイ。この後は萌え転がしです。石原かおりのキャリーアップ、この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。